ただいまから春日井駐屯地創立56周年記念開園式を挙行いたします。執行者登壇。執行者に敬礼。本日の執行者、第10広報支援連隊長を兼ねて春日井駐屯地司令鈴木博之一等陸佐です。部隊陽介。部隊経験。国旗が入場いたします。ご起立ください。国旗は大学台から見て左方向から入場し、中央スタンドに登壇いたします。旗手は第10石台隊第3中隊岩沢田隼人関東陸と、警戒員は同じく岩谷康二郎関東陸と、一戸弘之関東陸曹です。皆様、どうぞお着席ください。
ご意見。おめでとう。本日ここに府内外から多数のご来賓並びに地域の方々のご臨席を賜り、殺害駐屯地創立56周年記念行事を渡航できますことは隊員一同この上ない喜びであります。我々は今回のテーマを地域とともに新時代に向けてと決定いたしました。新型コロナウイルスの感染状況が一旦落ち着き、こうして再び大勢の方々にご来場いただくことで、隊員一同地域の皆様から信頼され、共に新時代に向けて躍進することの重要性を改めて認識しているところであります。さて、昨今の国際情勢はロシアのウクライナ侵攻により複雑さが増大しております。我が国周辺においても軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化が顕著であるとともに、グレーゾーン自体が長期的に継続する傾向にあり、より重大な事態
へと発展していくことが懸念されています。こうした中、昨年末にはいわゆる安全保障関連3文書が閣議決定され、反撃能力の保有や防衛費の増額といった防衛力の抜本的強化の指針が示されたところであります。一方、国内では南海トラフ地震など大規模な震災が発生する可能性があり、また台風や豪雨に伴う災害が頻発化、激甚化しており、自衛隊はこれらの災害に迅速に対応することが求められています。さて、中東第2所管国民地域の皆様からの自衛隊に対する関心と期待は今まで以上に高まっています。このような中、我々は与えられたいかなる任務にも即応し、完遂できるよう日々訓練に励み、技術厳正にして指揮を持って団結強固な部隊を作り上げなければなりません。中東地司令として所管らに要望した殺害、すなわち中東地に支えている部隊が互いにしっかりとつながり合って良好な関係を築き、また国民の皆様の自衛隊に対する理解と信頼を獲得し続けられるよう、殺害中途には国民地域の皆様と自衛隊との殺害となれるよう日々精進することを改めて要望します。結びにあたり、本日お足元の悪い中ご来場いただきました皆様方のますますのご心境とご活動を記念するとともに、今後とも殺害中途地に対する変わらぬご理解、ご支援、ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げといたします。令和5年3月26日殺害中途地で勝利した黄色い4番砲弾来賓祝辞。ここで来賓の方々からご祝辞を賜ります。参議院議員里見雄二様、よろしくお願いします。お休みください。はい、ご紹介いただきました参議院議員経済産業大臣政務官の里見隆二でございます。本日は殺害駐屯地56周年の式典がこのようにコロナを克服した姿をもって挙行されましたこと、心よりお喜びお祝いを申し上げます。また代表として地域の皆様とともにお招きをいただきましたこと、心より感謝を申し上げます。まさにコロナを克服して新しい時代に向けて、先ほど司令より地域とともにというテーマをいただきました。私ども国会議員、地域の皆様とともに、そして自衛隊の皆様をしっかりと支えをして、この国を守っていただく、そうした環境を作ることが私どもの責務であると思っております。私は現在経済産業大臣政務官として、防衛に関する装備の拡充等を進めておりますけれども、これをしっかり運用いただくのは皆様でございます。国を守り、また災害対策を進めていく上で、日頃からの訓練に際して心から敬意と感謝を申し上げます。これからの新しい時代、皆様とともに私ども国会議員もしっかりとこの責任を自覚をし進んでまいりたい、決意を申し上げてお祝いのご挨拶とさせていただきます。どうぞ。里見様、ありがとうございました。続きまして、衆議院議員、三崎真紀様。
よろしくお願いいたします。皆さん休んでください。どうぞ。ただいまご紹介にいただきました衆議院議員の三崎真紀と申します。本日は春日井駐屯地56周年誠におめでとうございます。本日はあいにくの天候ではございますが、こうして隊員の皆様一人一人がここに帰すること大変嬉しく思っております。お招きありがとうございます。そして日頃からご理解とまた自衛隊を応援してくださっている皆様方、本当にありがとうございます。さて昨今自衛隊の意義そして自衛隊の必要性を強く関心を持ち、国民一人一人が自衛隊が必要である、また自衛隊に活躍をしていただきたい、その機運は今までに増して高まっています。超党派で私たち国会議員も憲法改正に向けて日々励んでおります。どうぞ皆様これからも国民を守り国土を守るために日々の大変な訓練鍛錬に勤しんでいただきますよう心からお願い申し上げます。私愛知県選挙区唯一の女性代議士として微力ながらも精一杯励んでまいります。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございます。どうぞ。三崎様ありがとうございました。舞台整列集め、お願いします。来賓紹介、続きましてただいまご出場賜りました方々のほか、ご来賓としてご臨席いただきました皆様を紹介いたします。教室ではございますが、ご訪問をお呼びいたしましたらその場でご起立願います。衆議院議員藤川雅彦様代理、藤原和彦様、参議院議員酒井康之様代理、浅田美和子様、参議院議員伊藤栄様代理、藤原美智様、春日井市長石黒直樹様代理、環境部長大橋博明様、清津市長永田純夫様代理、副市長鈴谷天寿様、北名古屋市長大田孝則様代理、副市長伊藤茂弘様、豊山町長鈴木邦直様代理、副町長井伊誠様、竹政様、愛知県議会議員山下智也様、清津市議会議長野々部進様、市議会議長神田薫様、
田市議会副議長福岡八木様。富山町議会議長水野明様。長川紀夫様。発売市議会議員小原はじめ様。春日井市議会議員梶田正直様。春日先ほどご紹介がありました参議院議員藤川雅彦様につきましては参議院議員の誤りでございます。失礼いたしました。ありがとうございました。本日ご紹介いたしました皆様をはじめ明細協力所団体の方々など多くのご来賓の皆様のご臨席を賜っております。本日の記念式典に対し賜りました祝電をご紹介させていただきます。多数の祝電をいただいておりますのでお名前の紹介とさせていただきます。衆議院議員宇佐木福島様。参議院議員佐藤正久様。参議院議員藤川正人様。衆議院議員神田健治様。参議院議員酒井康之様。参議院議員新妻秀樹様。衆議院議員杉本和美様。参議院議員伊藤孝恵様。この他にも多数の祝電をいただいておりますが通話解説会場に設置されています掲示板へのページをもちまして紹介に変えさせていただきます。ありがとうございました。以上で祝電紹介を終わります。舞台気をつけし、どうぞ。簡易更新準備。我更新の代表だ。Thank you.
走者登壇。
ください。次回は新会長原田仁ストーリティです。
ております演説会。指揮官は会長吉田典俊担当理事長です。まして開始更新を終了いたします。実行者、横断。